ということで、島星隊長、これが図鑑です。どうぞ、ゼロポイントです。星上げてください、頼みます。やったぜー、キラリン。いやでもこれでまだ4だからな、全然だよね。君の銀河団団員としてのランクは4つ星に上がった。メガトンボール、何それ。え、何それ、強そう。メガトンボール。ボングリの実、鉄のかけら、黒い玉の石。あ、すごい傷薬助かるね。はい。天眼の三六での調査も可能だ。マルマインの調査だが、ある五人の協力を得る。命令する。まずは訓練場に向かえ。オッケー。オッケーだけど、なんかあのヤバそうな人だっけ？椿さんだっけ？確か。それともまた別の人なんかな？いや、真珠団の力を借りて、なんか、安全に行けるようにしろみたいな感じだったから、真珠団の人かな？あ、カイさんだ。のぼり兄さんじゃないですか。まあ、下りさんかもしれんけど。なんつーボロボロな服。ああ、でもどうなんやろね、これ。未来から落ちてきた大パーツを身につけてますとか、そういう感じのやつなんかな。この人真珠団か。いや、のぼりさんなんかい。え、のぼりさんなの？ちっさ。え、どういうこと？ボロボロだけど、異世界転生してきた、この人も。オーニューラ。え、なに？ニューラ、マニューラ、オーニューラってそういう話？今朝は失礼いたしました。私、キャプテンののぼりと申します。マルマインに会うのでしたら、オーニューラの力を借りるべきですね。ただ、あなた様がオーニューラに認められるかどうかは、こればかりは言ってみないとわかりません。まずは安全を期して天眼山に出発進行です。のぼりさんもあなたと似てるんだよ。似てる？彼もどこか、くだりさん探してるぞ、これ。彼もどこから来たのかわからないの。しかも記憶を失っていて。あなたと共に行動すれば何か思い出すかもしれないでしょう。まあなんか、職業柄出発進行とか覚えてる感あるんだね。今回もいろいろよろしく、頼りにしてるよ、シャーレさん。これガチモンの本人か。でもなんかそれにしてはなんかちょっと猫背だから腰痛めてない？なんかのぼりさんさ、もうちょっとピシーってなんか立ってたイメージなんだけど。ねえ、のぼりくんもくだりくんもピシーって立ったイメージある。すごいな。なんか BW から結構多く出てる感じするね。え？ BW リメイクの伏線かこれ。気が早い、気が早い。まあ、ディラさんとかもね、なんかウルトラハオホールを通って落っこちてきてたりしてたし。のぼり、これ、いつの時代のやつなのな。まあ、ボロボロなってっから、まあ、なんやかんやなんやろうけど。おー。裂け目にどんどん近づいてきたな。物語の終着点はここになるんかな。どうなんやろ。もう1マップぐらいありそうだけど、どっちにしろここには戻ってきそうかもしれん。山といえば岩石。そう、岩タイプ、地面タイプのポケモンが多くいるのでしょうね。時空の裂け目の下に見えるのが天眼山です。あの辺り一帯は磁力がポケモンに何かしらの影響を及ぼしていると考えられます。いやー、つうことはよ。コイル、いるんじゃないんですか？ねえ、磁場コイル、いるんじゃないですか？私とっても期待しておりますけど。てかこれあれか？あの、登りと一緒に山を登るってそういうことが言いたいから登りにしたんかな。まあいいや。とりあえず気にせず、出発進行。うん。指差し確認。マグマラシ君。あ、そう、マグマラシ君ね。あ、闇の石あるじゃん。びっくり。あ、それはよくて。そう、進化ね、できるんですよ。進化させようぜ、マグマラシ君。はい。まんじゅう君。今まで正直出落ちしかしない。まんじゅう君。進化。
ドットンドットンドットン。さあどんな感じ？悪そう。めっちゃ悪そう。新しい技。え、これ絶対悪、悪炎でしょ。ゴーストだったー。悪そうだと思ったけど悪くなかった。音量の方だったな。でもこれ可愛いな、なんか。うん、可愛い可愛い。割と好きだな。いいね。で、なんか、あれだね。多分専用技でしょ？わかんないけど。いやー、出てる！何これ？百鬼夜行だって。無数の火の玉で攻撃して相手を火傷状態にすることもある。相手が状態以上だと威力は2倍。あー、じゃあ、たたり目の上位互換ってことかな？うんうんうん。まあ、どれぐらいの割合かわかんないけど、熱湯、まあ、熱湯とたたり目みたいなイメージかな。どうしようかな。ゴーストタイプついたか。まあ、とりあえずその百鬼夜行を覚えさせよう。どうせ百鬼夜行を見た回数とか出てくるから。タスクで。じゃ、火炎グレムアウトでいいな。まあ、悪ゴーストのうちどっちかってのは合ってたね。やっぱゆらゆら系の炎は悪かゴーストなんだな。で、レントラー君って、実はなんかこう、なんか透視能力があるよっていう話だからさ、これ正直普通に気づかれるっていうね。普通バトルしようぜ。ただ2体バトルは、うわーすげーえ、ちょっと見て、こっち見て、バクフン君、カメラワーク。めっちゃええやん、かわええ。ええやん。炎をまとってる。え、これ図鑑説明見たいけど、まだ見られないんだろうな。で、なんだっけ？あ、そう、レントラーか。百鬼夜行よーし。燃えろ。燃えない。あ、これ、あかん。また、まんじゅうくんが、またまんじゅうくんが死んでしまう。まんじゅうくーん。なんか、この、跳ね方によって捕まりやすさっていうのが変わってる気がするね。なんかちょっとピョンって跳ねた時は結構捕まりやすいけど、めちゃくちゃ大きくビヨーンってなった時は、なんかイメージ、ちょっと悪い気がする。これで3回跳ねてるから、これ多分捕まったじゃないか。あれ？で、メガトンボールとかいうのがあるんだっけ？これか。あー、色が若干見えないけど。まあ、ヘビーボールの強化版みたいな感じかな？ってことは、フェザーボールの強化版もあるな。なんか、超フェザーみたいな。エンジェルボールみたいな。羽のように軽いぜの時は、なんか次は天使のように軽いぜみたいな。まあ、とりあえずは、多分このストーリー終わった後に5つ星要求されてくるんで、タスクは、できれば進めたいところっすね。あ、ダイノーズだ。へぇ、ポケモンの像。ダイノーズ。もちもちキノコ。これなんだろう。ピッピかな？ピクシーかな？体格的にはピクシーかな？うん、ちょっと縦長だし。ピッピはもうちょっと丸いからな。あと羽の形？羽？羽なんかな、あれ。まあ、飛んでるし、羽なんやろ。はい。洞窟キングの丸マインですが、私が記憶する丸マインとは少し様子が違っているようです。ですが、電撃を放つのは同じ。迂闊に近づくと危ないのです。電気が効かないポケモンを捕まえておくといいかもしれません。けど、電気草なんだろう。地面タイプ持っていくぜとか言ったら、もう、ねえ、草タイプリーフストームイエーイみたいな感じになるからさ。で、草電気だったら、地面も等倍だから、つまり、あれじゃん？ほら。これ、あかん感じじゃない？ヒントになってなくない？まあ、荒ぶるはイライラするわとポケモンもいろいろ大変です。そう、大変なのです。ポケモンも人も生きていくのは。あ、なんか出た。
真珠団キャプテンののぼり、それと銀河団の馬の骨。馬の骨どこの馬の骨とも知らんがっていう。大いなる洞窟キング、マルマイに会おうとはなんと大それたことを。はい。だがこの椿、心優しい男でね、うん、会う資格あるかどうか確かめてあげるとしましょう。お、最大級の妨害をもってしてね。君はマルマインを助けたいんか、どうなんや。椿はこう考えてる。キングの荒ぶりとは神王様のご加護であると。ああ、なんか直さん方がええよってこと。だって力を増したのだろう。めでたきことではないか。キングをとことん荒ぶらせることで神王様に金剛団の正しさをお伝えせねばならないのだ。むしろこの椿、そのために生まれてきたと言ってよい。だいたい山奥でマルマインが電気を放っていたところで銀河団には関係あるのですかと。おとなしく寿村に帰ることをおすすめするよ。では、こいつもなかなかのクセモンだな。荒ぶることでポケモンも苦しんでいるのに、なんと身勝手な意見でしょう。シャレ様どうなさいますか。いや、ほら行くえ、しばき倒したろ。道地は危険ですが、私のモットーは安全運転でございます。シャーレ様、大ニューラに会うためこちらの迷いの洞窟を抜けねばなりません。洞窟に暮らすポケモンは暗闇が平気なゴルバットたち、暗くなっておりますので足元にご注意くださいませ。ほう、入るか。迷いの洞窟ね、ミルちゃんと一緒に歩いたとこか。暗、これ映ってる。おかしいですね。洞窟を照らす松明がありません。もしや椿様の妨害。ですが、案じることはありません。私、ルート把握はお手の物。暗闇でしょうが、悪天候でしょうが、正確に進行してみせるのです。では、私についてきてください。あまり離れない。オッケーオッケーオッケー。のぼりさん、どうなん?大丈夫?私には大事なパートナーがいた記憶がございます。ドリューズだっけ?ポケマスではドリューズ使ってたよね。名前は思い出せないのですが、炎を使うポケモンだったようです。シャンデラか。シャンデラやな。今言ってくれれば、このような暗い道も照らし、うんたらかんたら、読めなかった。しばらく停止いたします。右手に親分のクロバットが確認できました。通常時であればあなた様の進行の妨げになりませんが、今は暗闇の中、安全を期するためにルート変更を提案します。では私に。そういえば私に似た男がいて、ポケモンの話や勝負をしていたような。くだりさんのことだね。勝負するのが何より大好き。今ふと思い出した言葉です。一緒に帰ることになるのかな?迷いの洞窟、終着点まであと少しです。記憶がなくても私の心の中、大事なものがたくさんあるようですね。まあなんていうか、これに関してはなんか職業病みたいなとこあるけどな。こちらに到達すればほぼほぼ大丈夫でございます。ほぼほぼ大丈夫ということは、完全に大丈夫ではないということ。あれは。ああ、松明セット?他に通ろうとなされる方がいたとき、暗いままでは危険でございます。松明を元に戻しておきますね。仕事ができる男。シャレ様、すべての松明に火を灯しました。安全確認をいたしましたが、問題ありません。出発しましょう。松明を道しるべとして進行すれば、こちらの洞窟の終着点に着きます。まあ、とりあえず迷いの洞窟を抜けて、うわー、雪降ってるー。服も真っ白。すごいな、細かいな。ラベン博士にお聞きしましたよ。あなた様は空から落ちてきたと。私は気づけば翡翠地方と聞いたことのない場所にいました。名前以外に記憶はなく、立ち尽くしていたところを真珠団に救われたのです。ただ自然とポケモンを手なずけることができましたので、キャプテンに任命されたのですが、この世界では何をすべきなのでしょう。無駄話でしたね。では急ぐとしましょう。
これどうなるんだろうな。記憶失ったままだけど。あ、ヘラクロースがいる。あ、着替えちゃった。あ、ドーミラーくんだ。ドーミラーくん欲しい、ドーミラーくん欲しい。ドーミラーくーん後ろ向いて。後ろ向いて。後ろ、はい、見た、はい、ドーン。ダメだった。せっかく片した松明を戻すとはひどくないかい。人の行為は無にしたのだよ。はて、行為とは、あれでは人が通れません。同じキャプテンでも視点が違うね。暗い洞窟を好むポケモンのため明かりを消してあげたんだよ。椿の行為を無にするような野暮な連中を洞窟キング、丸舞に合わせるわけにいくか。いいかい、通りたければ僕の相棒を打ち負かしてごらんよ。いかがなさいますか？いや、行くけど、手持ちがちょっと、ねえ、心配。アスカタンクなんだ、相棒。じゃあ同じタイプ対決だね。勝負。で、力技、転がるをすれば、威力が上がった状態で、力技の転がるができる。つまり、倒せる。うちの勝ち。決着。いや、でももうちょっとなんかスマートに戦いたいけどね。いいかい、僕の相棒のスカタンク負けていない。だから改めて挑みますよ。だけどね、ここはスカタンクの回復のため引きます。いわば、戦略的撤退。いえ、転身。次は油断召されるな。まあ、戦略的撤退は大事。36系逃げるにしかす。賑やかな方ですね。最大限のオブラート。椿様、何をなさりたいのか。では、古代の石切り場に急ぐとしましょう。そろそろ回復したいんだけどな。古代の石切り場。神殿を作るための石を切り出した場所ですね。ああ、なるほど。じゃあ、槍の柱の材料を捕まえたみたいな、そんな感じ？人とポケモンが力を合わせたのか、それともポケモンだけで切り出したのか。残された石と壁とし、石を壁として利用し、ポケモンから隠れると良いでしょう。のぼりさん、出たあなたはあなた様は確かウォロ様、いかがなさいましたか。あなたが記憶を失ったのは時空の裂け目が原因でしょうか。裂け目は関係ないと思いますが何も覚えておりません。どこにいたのか、家族がいたのかえさえも。ですのでシャーレ様に聞くべきでしょう。なるほど、のぼりさん、あなたの記憶が戻るといいですね。シャーレさん、時空の裂け目から落ちる前何かありましたか。あった、なかった。この人に情報渡していいもんなんかななんかやだ。この人うさんくささ 2000% だからやだ。なるほど。自分としては不思議な雷、その源となる何かがあるのではと考えます。まあ、それはわかる。それは、その考えはいいんじゃない？自分が調べたところでは、大昔にも時空の裂け目が生じたとか、それゆえ名前が伝わっているのですが、裂け目の向こうにはどのような世界が広がっているのか。自分の推測としては、神王様の世界。過去に閉じた時空の裂け目はなぜまた開いたのか。なぜシャーレさんが落ちてきたのか、わからないことだらけです。ウォロ様、ぜひとも謎を解き明かしてください。そうすれば、荒ぶるキングに怯える皆様の心も安らぎます。私はここに生きる皆様のことを優先しますので。自分はただ、ただの遺跡好き。ほんま？調査でしたらシャーレさんですよ。ではまたお会いしましょう。怖えー。あの人めっちゃ怖えよ。ここを抜ければもうすぐです。急がず慌てず先へ急ぐとしましょう。ドーミラ君欲しいんだよね。悪の波動でタイプ1を避けつつ攻撃してみる。ダメでした。そりゃダメだよ。急所に当てちゃそりゃダメだ。あー、まだいたー。びっくりした。はい。いや、ここにキャンプ作りたいなー。
待ってましたよ。はい、来たはいいものの。ドーミラが邪魔をしてキャンプを設営できない。何かを訴える様子で無限にできず。ほう。ちょっと一旦、ドーミラ君の依頼をこなしてやろう。ね。ちょっと、回復させて、帰らせて、頼む。ドーミラ君どうしたんだい？ウェイウェイ。どうしたん？ん？あちらに何かある。ちょっと待って。あちらって言った？だから今これ越えた先だから、ここだな？ここになんかあるんだな？わかった。ドーミラ君。任しとけ。うちの、ね、安心できるキャンプのため、頑張ってくるわ。あ、いるいる。ウェイヌーン。かわいい。ウェイウェイ。ウェイヌーン。ドーミラが突然こっちで飛んでいったのですが。ああ、そこのドーミラ、怪我をしてるじゃありませんか。大変です。すぐ治療してあげましょう。ありがとう。うちの治療キャンプも設営して頼む。今すぐ頼む。ドーミラは仲間を呼んでいたのですね。あんたが調べてくれたおかげで手遅れになる前に直せてよかった。この地に住み着くポケモンだって怪我を負うのです。準備はいつもよりしっかりした方がいいかもしれませんよ。品物はたくさんおろしときますから、たくさん買っていってください。おや、話しているうちにベースキャンプが設営できましたね。では私はこれで。ありがとう。ベースキャンプ助かる。いろいろ、いろいろ、いろいろだ。ああ、ドーミラ君ここにいるの？かわいい。かわいい。リングマ君、リングマ君、ガチクマなんのかな？進化するんかな？でも、こういう追加進化って何か、レベル条件以外の何かが必要なんだよな。こういうのって。そこら辺なんともよな。あべこべ焼き。使うとポケモンの攻めの力と守りの力が一時的に入れ替わる不思議な食べ物。つまり、パワートリック。パワートリックか。なるほどね。よーし。じゃあ、頑張って。ちょっと待って、道具整理だけしていこう。よう、のぼりさん。お久し。お？なんかやばそう。まっすぐに切り立った崖の上、人が登ることは叶わないでしょう。ただ、マニューラを使えば登ることができる。なるほどね。崖登りなんだ。へぇ、大ニューラの力を借りればたやすく登ることも可能です。まるで秘伝技、ロッククライムのように。はて、秘伝技。翡翠にそのようなものは存在しません。何か思い出せそうです。おー、思い出すんかな、物語中に。翡翠地方にやってくる前に私は何者だったのか。空から落ちてきた。つまり別の世界にいたであろうあなた様とポケモン勝負をすれば何か思い出せるやも。何持ってんの？シャーレ様、私とお手合わせ願いますでしょうか？いや、それはいいけど。では、ゴーリキー出発進行。ゴーリキーなんだ。キャプテン上りが勝負仕掛けてきた。出発進行。おお、さすが。早いからめっちゃ動ける。なんだったら3回連続で動ける。ずるじゃんね、それは。やばいやばい。のぼりさんどんだけ持ってんの、ポケモン。今までの人以上に持ってるよ。やっぱ現代人だから、そこら辺の感覚が現代チックやな。エアスラッシュで。クロバット早く助かる。決着。3匹か。結構持ってたな。ブラボー。スーパーブラボー。あなた様はその実力で勝利という目的地に見事到着なさいました。それでは、大ニューラを呼びましょう。てか、これあれなんだな。翡翠の、真珠団の人たち、あんまり情報として出てきてなかったけど、こういうの隠してたからなんだなって、思いました。うわー！
ニューラに戻ってる。マニューラくん、なんか、減った耳。耳オーニューラです。あなた様の語る戦術をオーニューラに聞かせてあげてください。オッケー。すごいなぁ。マニューラが進化してるんかな、それとも分岐かな。でも、オーニューラって言ってるから、マニューラの進化系なんかな、どうなんやろ。猛毒プレート？え？毒？それか、リージョン派生進化。毒？毒？毒？氷は？さてと、私の案内はここまでとなります。オーニューラと共に崖を登り、山の上にいるキングを沈めてください。ことぶき村に戻りますので、数々の試練をくださった椿様によろしくお伝えいただければ。では、出発進行。オーニューラで崖登り。あ、そこにいるんだ、主人公。そのカゴの中に入れてもらって登るんだ。なんかそう、背中に、こう、おんぶしてもらうじゃなくて、カゴの中入るんだ。まあ、危ないもんな。へぇ、オーニューラなんだろう。毒悪か毒氷だよね、多分ね。どっちだろうな。でも、なんとなく悪タイプは残ってそうだけど。わかんないな。いや、かわいい。あ、ここにいるんだね。なるほど。へぇ、面白い。はい、なんか普通に可愛いんだけど。なんか子供が登山してる感じなんだけど、可愛い。ラッタラッタラー、ラッタラッタラーみたいな感じで登るやん。ってことはさ、オーグライオンとかいてもおかしくないわけだよな。でもオーニューラだったから、オーグライガーみたいな。オーグライガーやったらいけるかも。え、いけるか。オーグライガー、それなら6文字。なんか、すごい開けたとこに来たな。あ、ノーズパスくんいるじゃん。ノーズパスくん欲しいな。あー、そう、怒るタイプ？マジか、怒るタイプか。はい、後ろ向いて、後ろ。あ、北向こうだから来た。ほら、今から北向こうだから。北こっちじゃない。あっち。そうそう、遺言だ。よし。よーし、ナイスナイスナイス。いいね。パルキア像と、ディアルガ像と。で、一応、あれなんだがな。ギラティナも、こいつらと同格なんだけど、伝説から抹消されてるからな。石像としては残ってないか。